いろいろ本があるんで。あ、本や CD がありますね、はい、そう、これぜひぜひ。ビジュアル、ビジュアル、ギルバート・スリッパ、ジョン・レノンですね。 CD はまあちょっとしかないですけど、そう、これギルバート・スリッパ。あとね、あ、これね、あ、福山さんの、そう、福山さんがね、表紙の音楽のなんかやつなんですよ。で、僕はほら、あ、なんかインタビューで乗られたんですね。3枚ね、ビリー・ジョエルのおすすめアルバム、おすすめしてくださいということで。あ、そうなんですよね、やっててね。福山さんも多分ね、見てくれたんじゃないかな、ビリー・ジョエル好きなんだって。もともとこの人書くとき好きで。あ、そうなんですか。そう、ラジオでね、アブダビ優勝話を言ってくれたみたいですよ、僕も。じゃあ、外好きですね。ねえ、はい、アブダビを知っているってなかなか、まあ、マニアックな人ですよ、すごく。あっと、ミカ大統領とか。あ、そうそうそう、これね、もう大好きなミカさん。あ、キサさんとヒクソン・グレイシー。これはもう、ヒクソンはもう、もともと僕、ヘンゾーと、もうやった時に、もうセコンドとかついてるんで、いつも、キクタさんっつってね、声かけてくれるっていうか、僕は行くだけなんですけど、キクタさんって言ってくれてます。はい。はい、あとは、マニアックだな、この辺はちょっとマニアックだな。あ、そうそう、牧先生のほら、あ、僕が映画になったやつね、主演で、はい、牧先生にはもうお世話になってね、はい、後ほどちょっとしゃべりたいですけど、はい、あと、まあ今も仲良くさせてもらってるね、尾崎社長。あ、尾崎社長、15年は長すぎたって書いてあるんですね、はい、まあ、いろいろ大変だったと思います。はい、こういう本があると。あとはもう本当アジアとか海外とか、昔旅行誌いっぱいあったんですけどね、ちょっとさすがに旅行誌はもうあってもしょうがないなってちょっとなくしちゃいましたけど、ニーチェとか好きですね。ニーチェのことは、はい、とかヘンリー・ソロね、はい、そうそうそう、ショーペンハワーツ、ハワーツって同じな、はい、これなんかね、はい、面白いですよ。まあ哲学書も見る前に、自分の人生がもう大体同じようなこと書いてあるっていう、こう不思議があるんですけど、ね、先に体験したのを後で文章として読むみたいな。そうなんですよ、若い頃買ったわけじゃなくて、そういう後ですね、全部ね、はい、じゃあちょっと座って。ああ、これそうだ、熊谷直さんのこの間出した、あ、熊谷直さんと、これ大修行時代ですね。これ何歳ぐらいの頃ですか。これね、20年4になる年だと思いますね。あ、26年前の、はい、そうです、同じ年で、ね、若いですね。でもうプロでやってて、僕はもう本当アマチュアにもなってない、あれです、素人でかいです、ね、もうね、体重のコントロールがもうとにかくね、食べれば食べるほど太るというね。うん、そうなんですよ、むさいですね。で、日体でですね、はい、入ったのはいいんですけどね、スクールカラーはすごくクリーンなイメージだったんですけど、ええ、もうね、最初入った時に1年雑草って書いてあるんです、天井にね。で、2年、はい、平民、3年天皇だ、4年神様、はい、そう、1年雑草、2年平民、3年天皇、4年神様って書いてあって、本当偉いところに来たなって、ね、そういう思い出が強いですね。でもう十条で、はい、7人目だったんですよ。10畳に7人、うん、だから普段布団なんか絶対あれですよ、ね、こういう体勢もダメなの。ダメですか。いいじゃん、はい、でサンダルとか楽なものは禁止、こういう暑いからタンクトップとか、それ人間としてのそういうなんていうのか、そういう暑いからこういうの着るとか、そういうのも全然ダメなの。もうそんなの着てるとこ見られたらもうしばかれますよ。それだけでしばかれちゃう。大変なのが全体責任になっちゃうんで、ええ、2年生も全部正座になっちゃうんですよ。1年がやらかしても1、2年、そうで、2年が2年生やらかしても1年も来ちゃう。別で体育館連れてかって、僕も私たちだから、いやー、もうこれね、結構やばかったですね。最初ビビったのがゴキブリワールドがすごくて、ゴキブリ、はい、うん、食堂で、じゃあ食事を今から作るの教えるからみたいな行った時に、白い壁だったんですけどね、はい、ゴキブリだらけなんですよ、とにかく。で、あんな量のゴキブリってやっぱあるんだっていうか、まあびっくりしちゃって、ブワーって逃げないんですよ、ゴキブリが。ゴキブリ逃げないんですか。逃げないですよ。で、フライパン先輩取ったらね、フライパンにゴキブリがブワーっとついてて、これどうやって飛んのかなと思ったら、普通に火つけてシュッシュッとパーッてね、ゴキブリで飛んでて、焼いちゃうってことですか。そうそうそう。
で、なんかもう先輩と暇つぶしに、料理作りながら、そ白いカビライター、シューッとライターながら、ターみたいな。いやー、びっくりした、本当に。だそれで、先輩、その食べたものを、ゴキブリを排除して洗って使うっていう、なんか気持ち悪いですよね。で、7人部屋で4年生、3年生、2年生、1年生いる部屋なんですけど、もう1年生は全部ご飯作って、で、全員分の洗濯して、ジュース買ってこしたら買ってきて、マッサージしようとしたらマッサージして、常に1年生の2人のうちの1人は体育座りか正座で部屋に。で、朝練の時は朝6時からなんですけど、5時半に起きて、2、30分前です。20分前です。もう全部服を用意して、10分前です。時間だって、ブワーッと起きて、みたいな。そういう感じで。で、また帰ってくると、ジュース買ってきて、とかなんか。でもそれでも、お前ら楽でいいよなーって。えとか。まあ、なんかね、授業の代行みたいなのありましたけどね。先輩の授業に行かされるみたいな。それはなんか、そういうのはまだ残ってた。それがなんかね、もうくだらなすぎて、だから早くもうこれね、あと3年生にならないと、ちょっとね、レギュラー取れないっていうのがあったんですよね。鳴り物入りが入ってるんだけど、やっぱりみんな鳴り物入りだから。あ、全国から。部員200人ですよ。200人ですか？うん。で、そのうちレギュラー50人ぐらい。でも全然すごいんで、やっぱりね、いきなりほら3年上の先輩の、要はインターハイと活躍したとか、やっぱ勝てないです、いきなりは。あ、さすがの。よっぽど強くないと。北さんでも無理だった。で、もうこれ3年までレギュラー取れないとなると、もうきついなと思って、で、ちょっとプロのことを考え始めるんですね、そこでね。あ、まあ、当時、そのプロレスに行くんですけど、プロレスはエンターテイメントなんですよ。エンターテイメントで、はい。なんだけど、エンターテイメントに行きたかったんですよ、僕。なんでかというと、柔道でね、いや、こんな投げた、投げられた、勝った、負けた、でもそんなにみんな知らないですよね、そこまで。だったら、ちゃんと興行として生活してって、これだけやって給料もらえて、30までやれたら、あとはまあ、嫌なことでもやってって、生きていければいいのかなと思って、でもその瞬間だけでも輝きたいと思って、それでプロになりたかったんですよ。で、もう30までとか決めてたんですよ、なんか。大体30ぐらいでもう引退するんじゃないかなっていうふうに、想像ですよね。勝手に決め込んで。先輩たちがね、みんな就職していくわけですよね。あんなかっこよかった、僕より強い先輩たちが、はい、あんなテレビで憧れてた先輩たちが、みんな就職していくんですよ。授業、まあ、当たり前か、企業に、企業とか先生になったり、はい、で僕からするとスーパースターだから、なんで普通の人になっちゃうのっていう、そこでがっくりするんですよ。誰一人も行かないの、プロの世界とか、こんだけ頑張ってきたのにって思うんです。でも今思えば、あんだけ柔道ね、僕もそうですよ、体育会系朝から晩までね、夏休みもなくずっとやってきた、要は青春時代がないです、何にも、そんな人たちがやっと得た勲章なんですね。就職とかいいところに勤める、やっと楽できるんです、今から運動をやめる。あ、そう、運動やめれるんです、やっと。その解放感で、もうみんなね、プロなんか行くね、残ってない、気力が燃えすぎちゃっているっていうか、そう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 。で、普通の生活したいってあるじゃないですか。で、僕は僕でやっぱりその、なんだろう、柔道とか、またプロレス体育会系ですよね。体育会系がこんなに苦手なね、人間が、また合宿入ってなんていうのが、まあ、大変ですけどね。だからその、なんていうの、合宿場とかすっごい嫌だったんだけども、自分のもうやりたいことをやるしかないから、本来は、なんていうのは、まあ今、ジムもそうですけどね、グラバカのジムもそうだけど、まあすごいのほほんとしてますけど、そういう体育会系はもともと嫌いなのに、体験してもっと嫌いになって、なおさら、もう自分のそういう、なんていうのかな、ちょっとしたタイトルをね、なんか偉そうに言うのも嫌だし、あとはなんか、ちょっと体育会系みたいな雰囲気、ちょっとでもするともう、いや、本当の体育会系って違うぞと。本当の練習の厳しさとか、本当の試合の勝つ厳しさって、そんなもんじゃないっていうのが、やっぱり分かってるから、だからもう、見せたくないし、そんなもんみんなにもやらせれないし、はっきり言って。やらせれないし、そういう中途半端な選手はやっぱり、まあ、中途半端だからできるな、みたいな、そういう感じのこう深く心にこう刻まれた、柔道もある意味プロですからね。もう要は体力から何からプロアスリートなんで、
でもずっとプロの世界見てきて、やっぱりそういうプロは厳しいっていうそういう意識にがありますね。でプロレスはまあ最後このタイガーマスが暴れてきたからにはね、プロレスになりたいっていう、そのために柔道もずっとやってたわけですから、はい。で坂口さんってあの坂口誠二さんの新日本プロレスの社長だった。そうそうそう、あの幸男っていうのはプロレスラーにもやってて、息子さんね、息子で健二は俳優ので、後輩なんですね、はい、彼らが。でしょっちゅうね、両国に連れてもらったり、新日本道場行ったり、武藤さんと喋らせてもらったり、しょっちゅう、あの二人もプロレス好きなんですよ。あ、ゆきおもそう、大好き。息子さんたちも。そう、ゆきおもレガース買ったりとか、そう。で、あの、交流したんで、もうほんとなんかこう、ちょっとじゃあお父さんお願いね、みたいな、もう当たり前のように上がりました、みたいな感じで。で、大学途中で、もう俺はプロ行くから、つって。もうみんなあの、200人と別れて。プロにも行きますみたいな。ただね、これね、大体僕はもともとプロになりたいじゃないですか、はい、なんだけどそれでもね躊躇するんですよ。柔道ってもう全部レール決まってて、そのままおとなしくいると本当にいいとこ入る、そのまま、はい、うん、これはそんな強くなくてもバーターで入れてもらったりとか、バーターってのおかしい、まあまあでも、セットでとか、はい、でそういうとこだからみんな出ることがさ、もう怖くなるわけだから、勉強してきてないから、あ、そう、自分でじゃあこれを蹴って好きなことなんて言ってもうないぞ。好きなことそのまま強制のようにやっててレールに乗っちゃったのが、もうなんつうんだろうな、あとはなんかもう嫌なことでも楽だから、そっちの方がで名声もあるし、いいとこに行くことがなんかその人生の全てみたいな、教え込まれちゃうんですよね、ちょっと教育みたいなとこもあるじゃないですか、柔道って。なんか立派なこう師範になりなさい、立派なとこに、ね、そう、はい、道ですからね。それがすごく僕はなんか嫌で、だけど躊躇しますよ、やっぱり。結局ね、僕一人柔道をやめることが、中学をこれ高校に推薦してくれた先生とか、高校を受け入れてくれた先生、大学の全部パイプ、いろんな接骨院の先生からその関係者全部裏切るような流れになっちゃうんですよ。あ、そんな大事になっちゃうんですね。めっちゃ大事なんですこれは、うん、相当落胆させたと思いますね、僕がプロ行くっていうのは。落胆させまくり、なんで柔道の道から外れちゃうんだと。そうそう、はってお前何ってだからある意味なんだろうな、まあ、それだからその中で行くの本当大変でしたけどね、うん。でまあそこで、新日本プロレス入るんですけど、はい、まあ、有名なね、その佐々木健介さん、長谷博さんの、はい、ちょうどね、結構大変な時期だったんですね、そのコーチで、もう2人とも若いですから、まあ、鬼コーチで、鬼コーチみたいな、そこで入ったのが、小島さとしさんと同期で、勝船木さんとか、池田さんっていう人かな、もう一つやってた、バトラスかな、バトラスの、はい、一緒に入ってきて、その日が入門で、僕はね、でも、ちょっと特別扱いだったんですよね。ちょっと怪我もしたんですよ、たまたま運悪く、なんか怪我しててみんなと同じ練習メニューできなかったんですよ。でちょっとちゃんこ前さんの最初、ちゃんこ前やっててもう怖いんですよね、うわーとか出る。でやっぱり柔道自信だったけど殴りも分かんないし関節も分かんないから、あそうそう、寝技もね得意じゃなかったんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですか。寝技が嫌いだった、どっちかっていうと。だから全部自分は柔道だけやってたアマチュアみたいな感覚で行ってるんですよね。そしたらみんながもうボロボロになりながら、一日練習5、6時間ですからね。ああ、そんなにですか。5、6時間帰ってこないですよ、出たら。もうビビっちゃって何されるのか。で、4日目ぐらいで、ハズさんが、今日練習するぞって、バッと入れられて、何やんなこと思ったら、腕立て、何十回、何十セット、600回、足のっけでとか、もう腕ばっかり、懸垂何十セットみたいな。全然できない。全くできない。その時でも小原さんって小原道雄さんはやってましたけど、普通にやれてたんだ。やれてたんでね、それが不思議なんだけど、まあ異常でしたけど、僕はやりながら木刀でぶん殴られてたんで、一回一回木刀でめっちゃこのもううわーって 2,3 バーンってやれてたんで、だからもう全然もうこれやばいとこ来たなっていうところで、それやばいですね、うん。で、やめる気はなかったんですけど、
やめてたでしょうね、あのまま行ったら。やめてたかな、ちょっとわかんないな。やる気はすごいあったんで。結局どうなったんですか、その結局天罰としては。まあ運が良かったかなんかあれなんですけど、その荷物をまとめろとか言われて、長谷さんに。長谷さんに、はい。バーって荷物、なんか外にボーンと落とされて、終わりですぐで。首みたいな。首。だから小6であんだけプロレスだなんだってあんななんでみんな社会人なんだとか言ってた人間が、ええ、もういきなりあの首で普通にもう何もなくなるっていうね。あ、うん、柔道捨てて新日に入ったはいいけど、うん、そう長谷博さんに首にされたと。首にされた終わり。すごい人生ですよね。すごいですよね。それで、まあ、家帰るんですけど、もう何もないじゃないですか。そしたら親がね、大学を残してくれたんです、9階で。あ、休会じゃねえ、休学。休学で、はい。休学で残してくれてたんで、また戻るんですよ、柔道に。何にもないから。働くあれもないし、そうそうそう。じゃあ、プロレスラーになるぞって言って、そう柔道、また戻ってきて、出戻りで、出戻り。柔道部に入るわけですね。そうそうそう。いや、だから、恥ずかしかったですよ、すごい。うん。恥ずかしいっていうか、まあ、でも恥ずかしくて戻るんだけど、よっぽど、まあ、そこまで考えてなかったのかな。まあ別にみんな自分のことそこまで思ってないだろうと思ったんだけど、戻ったら戻ったで、やっぱ僕も一応さ、推薦で入ってる人間だから、なんだいつあんな偉そうなこと言ってまた戻ってきてるのみたいな、もうやっぱこう陰口ですよね。あ、そう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 になっちゃいましたよね。でしばらくやるんですけど、その時にやっぱりなんで辞めちゃったんだろうっていうのがねすごい出るんですよね。小島さんその後デビューしたし、悔しくて、すっごい悔しくて、それでもう自分としては日体大のね最後の方なんですけど、その、弱い後輩がいたんですね。それであの学内の練習試合っていうかな、校内予選っていうのがあって、はい、それ当たったんですね、はい、その時に後輩に投げられて抑え込まれて負けちゃったんですよ。その時に、あ、もうやる気のない人間はもう去らなきゃダメなんだなって、あ、もう俺はもうやめた方がいいんだって、その時にちょっとこう頭叩かれた感じになりましたね。もうじゃあ柔道からはちょっとお別れしようみたいな。柔道適当にやりながら、まあプロレス受けるかななんてまたこう中途半端に考えてたんですけど、もうこれはこの選手に負けてるだったら俺もう柔道家いる意味もう何もない、じゃあやめないとダメだと思って、それでやめる決意をしたっていうのも、まあかっこいい理由なんですけど、まあ単位もなかったですけどね、全然。まあそれもありますけどね。でも結局何年も行って、4年ぐらいいたのかな、3年ぐらい行って3年ぐらいいたのかな。そうでね、U インターをもう一回、その新日ダメだったから今度は U インターなんですけど、すごいあのトレバー・バービックってあの高田さんがボクシングのチャンピオンですね、と戦った試合があって、それをたまたま見に行ったんですよ。その時にユーインターってすごいかっこいいと思って、 UWF も好きだったし、で宮戸さんがちょうどいたんですよ、ユーインターに。あ、宮戸さんっていうとタイガージムのインストラクターだった。タイガージムの時に、まあ、後にまたお世話なんですけど、平さんとか宮戸さん、道場、全部今の自分のこう途中で必ずこう巡り合わなきゃいけない人たちに小6で全部会ってる。あ、後の後に成人してから縁ができる人方たちと、そうなんですよ、もう小6の時点で知り合っていたと。でこれがなかったら多分今の自分こうなってないっていうのもあるんですよね。宮津さんにお願いして、もう10年ぶりぐらいだったんですけど、あのテスト受けたいんでって、ね、でお願いしてテスト受けさせてもらったんですよ。でも、はい、結構いい成績で、体力も、新日本で大体何やったかも分かってたんで、そうそうそう、入門テストのそのやることはっていうことで、いいテストで受かったんですけど、練習もね結構合理的だったんですよ、殴られることなかったし、あ、そう、新日本とは違ってた、その辺はしっかりそうっていう。ただね、入門の時ね、なんかその相変わらず心弱いからね、合宿生活がとても苦手で、その駅にね初日行った時に高山さんが迎えに来てくれて、今ちょっと怪我した、帝王、そう、帝王の高山さんが迎えに来てくれて、はい、連れられてね、バッグ持って帝王でかいです、高山さんの後ろ歩いてってさ、これから大変だよなぁと、ね、いろいろ優しくね指導してくれて、一緒にこうご飯を作って
ていう感じで行くんですけど、はい、その合宿場に入った瞬間に金原さんとかいろんな選手が大部屋にみんなこういるんですよ、テレビで日曜日なのに。なんでと思ったら外出がなんか禁止なんですよね、デビューしてても。デビューしててもですか？デビューしてても禁止なんですよ。それで、あ、これも結構やばいとこ来たな。日体大って私生活結構大変だったんですけど、日曜日だけ休みなんですよ、必ず。なのにプロレスはデビューしても出れないでしょ。デビューしてる金原さんですら、うん、合宿所にいなきゃいけない、うん、それはちょっと想像できなかった。ちょっとうわ、マジと。で、みんながその中でずっとね、やめ、高田さんと練習したらやばいぞとか、中野さんの練習夜遅くですっごい大変なんだとか、いろんな、で、実際生活始まってみたら朝6時に起きて、もう掃除してご飯作って、車で1時間半かけて神奈川からあの世田谷道場行って、で、練習ボコボコでて、ちゃんこまん作って、で、また掃除して、で、中野さん練習行くしたら中野さん練習、別の練習で、わーってやって、また道場やって、またそう、あの、ご飯作って、もう夜中になってもううとうとしてんだけど、先輩がシャワー入るまで入れない、もう風呂入りたいけど止めながらガッとか うたた寝しちゃうともう6時になってるみたいな。でも全然時間ないですよ。それで 外出が禁止なんです、全く。これは厳しいなと思って、で、僕もそんなになんていうの、こう寝技ができなかったかな。そこは意外ですね。意外なんですけどね、あの柔道の時に、あの立ち技の選手で寝技嫌いで寝技をやらないと思ってたんですよ、うん、で、そんなんだったんで全然ダメだったんですね。だからある時に、合宿場で休んでたら誰もいなかったんですよ、ええ、2週間後か10日目か分かんないですけどね、はい、その瞬間の、ね、今だと思ってね、荷物持って逃げちゃった。逃げちゃいました、うん、そう、いや、プロレス夜逃げが普通だと思ってたんだよ。言っちゃいけないとね、わざと言っちゃいけないっていうか、まあそうですよ、夜逃げがなんかこうなんかオフィシャルなあのやめ方みたいな、まあ逃げちゃう、誰もいない時にこうパッと出ちゃう。そうそうそう、まあ宮さんの泥をね、顔に泥塗りましたよね。あ、やっぱりあんだお世話になってね、テスト受けさせてもらってすぐやめちゃうんですか。もうそしたらもう心が痛い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 。その後高山さんもデビューするし、もうね、もうそっからの先生ちょっと耐えられなかったですね。また2回も失敗しちゃった。もう完全な、なんていうの、何もなくなっちゃった人間ですよ。だってもうこれで大学もない、プロレスもない、なんでみんなあんな就職しやがって、俺はもっとスーパースターになるんだなんて思ってた人間が何もなくなるんですよ。俺は本当の挫折で、挫折するやつはクズだと思ってたのが、もう自分が挫折しちゃって、もう自分はクズになっちゃった。ああ、自分はもうクズになっちゃって、そう、どうしようかなと思って一回就職しようと思って、はい、焼肉屋とかでもバイトしたからちょびっと、はい、ほんとちょっと一回、ま、ちゃんとした給料取らなきゃいけないかなと思って行ったんですね、ええ、でもその入り口を入るときに、あ、これでこっち入っちゃったらもうこっちの世界行っちゃうのかな自分は、とこれ踏みとどまればこっちでなんとかまだ何かできるんじゃないかみたいなちょっとあって、あ、プロレス何格闘技なんかこのラインが行っちゃダメだよってなんかこう思っちゃったんです。踏みとどまったところですね。そうなんです。行かずに。そうなんです。それでやっぱもう一回ちょっと、もうしつこいですよ。3回目ですからね。U インター受けたいと思って。で、宮田さんのもう全然宮田さん連絡してなかったですから、もう辞めちゃって。夜逃げですからね。まあ連絡できないですよね。その宮田さんの家にいきなり行くというね。すごい行動力と勇気ですね。まあ勇気ですよ ね。やっぱりまずそこを謝らないと次が進めないから、はい、で、宮田さんにすいませんでした、もう出てきた瞬間にね、土下座してすいませんでした、もう即土下座、そう、外で、で、その時めっちゃぶん殴られると思ったんですよ、はい、怒られると、そしたら、